はい、えー、速歌塾の久保です。自分はビジネスセンスがないと感じている方、うん。ビジネスセンスがなければビジネスをやらない方がいいです。あのー、スポーツのセンスがない方ってスポーツの道に進みませんよね。で勉強が嫌いな方って進学をしないと思うんですよ。でね、ビジネスのセンスがないと思うんだったらビジネスの市場に入ってこない方がいいです。苦しいだけですよ。 ビジネスでうまくいく人ってのはやっぱりねビジネスのセンスもあるしセンスに応じたやっぱり力量もあったり努力もできたりとか精神力がやっぱり卓越してるわけなんですよね全て全てにおいて、えー、引きを取らないわけなんですよ。でも一番最初のね大事なところビジネスセンスに自信がない方がビジネスの世界に入ってくるのってどうですかね、うん、か泳げない人が、うん、プールにポンと入ってじゃあ泳げるようになるかなって。 とといいいううころなななんんんでですすよよ溺れて死んでしまうんでないないまじゃか思ねもちろんですねあのビジネスセンスがないなりにやりながら体で覚えていくっていうところもあると思いますただねそういうところにつけ込んでいくビジネススクールみたいなのがありますんで結局は疲弊して終わりになってしまうんですよでそこで言われるのはねうん多くの方が言われるのがなかなかビジネスの結果出ないと行動しないからですよって言われるんですよいや行動できない 行動すするしなない,っていうのはビジネススセンスなんですよ。だからなかなか忙しくってできないなって方はそれセンスがない感覚がないんですよだから私はビジネス入ってこない方がいいと思いますしビジネスであの頑張りましょうっていうふうに煽ることもないかなと思うんですよ今私はですねビジネスを人に、えー、おすすめしてないと販売してないというのはそういうことなんですよ結局はそのやりたくてやるもんではないんですよねビジネスってやり,やりたい人がやるのはいいんですよやりたい人に対しては セセンンススっってていうのも磨かれるると思いますししを持ってるんでしょやりたいってことはただですね豊かな生活を送りたいっていうのが目的で手段としてビジネスを選んでるんだったら別にビジネスじゃない手段でもいいんじゃないかなと私は思うんですよね、えー、世の中にはねあのビジネス以外にもきちんと資産を作る方法っていうのはあるわけですよだそういった道のビジネス以外で自分のセンスのあるものを 自分が力量の備わってるものをやっていけばいいと思うんですけどもねで私の場合はマージャン店をやるセンスはなかったんですよ店舗をやるセンスもなかったです、まあ、飲食店からレジャーの店までやりましたけども店舗をやるセンスはなかったですねなぜなら私は出勤がものすごく苦痛だったんですよなななんんかか妙な話でですすけども出勤して社員に会いたくなかったくっよね、うん、だから要するに人間関係のいざこざっていうんですか仕事っていうものを中心に集まった人間っていうのは私の場合はですねろくなもんではないなと思ったんですよ 自分が社員として行く時にもそうです上司とかね部下とか先輩とか後輩にものすごくまあなんかね不都合を感じてたんですようんで自分が作った会社だったら大丈夫かなと思ったら自分の思うような人材がやっぱりね自分の払えるコストで集まんなかったですね、まあ、そういうこともあってぼこしたわけなんですね 私はだからお金のために集まるとかねお金のために何かで一緒にするっていうのは向いてなかったなと思いますよねで唯一一人でやるお金の稼ぎ方は私は向いてたかなと思いますもうすでにこれはビジネスではないと思いますけどねだから私はねそののビジネスの うん、まあプロなのかどうかなって言ったらねどっちかっていうとビジネスは間違いだと思います結果的にはプロフェッショナルなんですけども私はビジネスのそんなにセンスが、うん、まあでも結果的にあったんでしょうねきっとね自分ではまだまだ,だと自己否定してるんですけどもその自己否定が深いからこそ結果的には積み上がってきたものがあるかなと、うん、複雑な感じですけどね、まあ、あの今回の、ね、動画をまとめるとめすれば ビジネスセンスがないとすればそれはビジネスセンスのない人がやるビジネスというんではなくてビジネスから退場した方がいいと思うんですよね。それは労働市場に行った方がいいと思うんですよもちろん苦しいですよ苦しいんですけどもそれはやっぱり仕かがないですよだってねあのなんか体力がない人がプロサッカー選手になろうと思ってなれなくてで、まあ、なんていうんですかねあまり意味そぐわない仕事に戻るわけじゃないですか。 そう考えていくとこのインターネットを使ったビジネスっていうのも他のビジネスに比べたら楽ですよ楽なんですけども楽ではないって感じている方に対しても楽だよというつもりは私はちょっとないかなと思うんですよね、えー、今回はちょっとねあの何ともね言い難いような動画になりましたんでタイトルには1億円とつけておりませんでは失礼します